はいどうも、カオスマイスターと申します。対戦相手の方が見つかりました。タカさん、お相手のパーティーは何これ、ハリーセン、ストリンダー、臭い花、スカタンク、ゲンガー、ガラルド、マタドガス、独統一やんけ。独統一といえば昔ハプキトーマスターとかいうなんかクソ雑魚ポケモントレーナーがいたんですけど、どうすっかな。ケケでございますの人やないか。じゃあそうだな、ケケでございますがいいのか。じゃあケケでございますの人がいるな。ギルガルド、ギルガルドいいね。でもギルガルドあえて出さないっていうのはありだな。エースバーンヌメルゴンドサイロンでいきますか。ギルガルドをあえて出さない。相手が毒って言ってんのにこっちは鋼を出さないっていうね、あえての戦術を取っていきたいと思います。さあ、タカさん対戦よろしくお願いします。いや久々のポケモンバトル実況だねこれね。最近ちょっとなんやかんや忙しくできなくて、またドガスから来る。はい、これが相手、化学変化ガスかミストフィールド、化学変化ガスか、OK。これで、そうだね、リベロが発動しない状態になると、リベロが発動しない状態になるから、これね、そうだな、火炎ボールで突っ込むか。弱点ついても多分ね、硬いから倒せないんだよ。ここはだからもう素直に火炎ボールでぶち込むと。オッケー、ヘドロウェーブ C に振り切ってる。なんだこの強さ、急所かよ、ふざけんなマジで。急所、急所とかいういらんわ。ほんとエルゴン出すしかねえんだよね、これ。どうしよう、大文字打つか。大文字外す、最悪。ヘドウェーブ、これ何、こだわってんのか。こだわってんな、おそらく。なんかあの変なフェアリーの技あったよね、またとかすって。なんとワンダースチームとかいう専用技なのか。メガネ、相手メガネか。じゃあさっきの急所関係ないかもしれないな。マタドガス1個目、化学変化ガスの効果切れる。デーモン G、 ブジア出る。柔らけえぞ。流派味覚糖でいくか。毒好き、毒っていく。オッケー、これで素早さダウン。じゃあこっちは竜の波動で。オッケー、さあスカタンクをぶっ潰した。さあどうしよう、マタドガスから展開してくると思うんだけど、マタドガス、さあ化学変化ガス、大文字でいきましょう。うん、ここで大魔を切ってくるのかな相手。独統一なんてすげえな相手。これで潜ってんのがすごいわ。素早さは多分ね、そうだよね、こっちが勝ってるね。デーモン G で落ちる。さあ化学変化ガスの効果切れる。最後の相手がどう、誰を出してくるのかで決まるな。ハリーセン OK ですね。まあ相手ダイマックスしてくるんで
さあこれで仮戦で、ここは水技大ストリームが飛んでくるのかな、それともダイナックルか。ダイストリームだよな。あとはドサイドンの防御力を信じれるか。さあ相手の持ち物次第だな。気合のたすきだったらちょっと嫌なんで、ここはもう岩技をします。さあ大ロックで、ここはもう俺ドサイドンの耐久力を信じてるから。さあドサイドン VS ハリーセン、水タイプの攻撃は4倍弱点なんですよドサイドン。だけど相手物理なんで、ハードロックで4倍が3倍になる、3倍の弱点ですからね。それで雨タイプ一致、大ドラグーンうめえ。相手これで攻撃を下げて、一旦攻撃を下げて、うまいな相手な。でもこれでもうタスキだったとしても、これでもう雨の攻撃は一発耐えられるから、ここダイアース打ちます。ダイストリーム OK、 これは雨なくなったから耐えられるっしょ。 OK、 あぶねえ。相手最初からダイストリームで来られてたら多分やばかったっすねこれ。で弱点保険が発動して、返しのダイアースでフィニッシュです。ダイアース、これがドサイドンのパワーだ。 OK、 こっちの大文字は外すし、ね、エースバーンに急所ぶち当てられるし、運がなかなかちょっと相手の方が高かったんですけど、なんとか勝つことできました。はい、それではね、タカさんに勝ったということで、勝利のドリンク、タイの台所の知恵から生まれたソルティーライチをいただきたいと思います。じゃあいただきます。このプシュって音ね、なんないね。いただきます。あーうまいわ、まさきさんの味がするわ。いやー、その昔はまさきさんと一緒にね、ソルティーライチを飲んだっていう思い出があるんですけど、確かあれはマクドナルドで、レタス&ペッパーバーガーという、何新作のバーガーを食べながらソルティーライチを飲んだなんていうね思い出があるって、そのまさきさんとうまいなうまいな言って食べてた、レタス&ペッパーバーガーとソルティーライチの組み合わせがもうマッチングがすごいんですよ。マリアージュしてるんですよね、そのマッチングが。でマッチングがマリアージュで思い出したんですけど、出入り口一般、両開き扉、片開き扉、自由扉、回転扉、折りたたみと伸縮間仕切り、引き違いと肩引きと引き込みと雨戸、網戸、シャッター、窓一般、はめ殺し窓、上げ下げ窓、両開き窓、片開き窓、引き違い窓、格子付き窓、網戸付き窓、シャッター引き、シャッター付き窓、建築物の基本設計がまとまってきたら、その設計に基づいてシェリー障子くたばれ。